どうも、カメちゃん大好きセンターテールです。こちらはですね、我が家の生き餌を管理している水槽になります。最近まで寒かったんで、ちょっと池餌の管理もね、サボってて、特にこの水槽ね、何も入ってなかったんですけど、もうだいぶ暖かくなりましたし、いよいよね、用意をしていこうと思いまして、今回ね、池餌も用意して、水槽も、準備し始めてるっていうところになります。で、別にね、特に今回こういった池餌の動画を撮るつもりは、全然なかったんですけども、ちょっとね、届いた池餌を見ていましたら、ちょっとね、大変可愛い、金魚がいまして、じゃあ急遽ね、この撮影するかとなって、今撮ってる感じです。今回購入したのはチャームで飼ってるんですけど、別下っていう、6センチ前後くらいの金魚ですかね。こういったね、金魚は、サイズによって呼び方がいくつかあるんですけど、いつもね、よく飼ってるコアカーっていうよりはちょっと大きいサイズの金魚ですね。そして生き餌として売られてるわけなんで、ちゃんとね、こういい管理をされてきた金魚とかっていうわけじゃないんで、もう基本的には育てるっていうより生き餌として使ってくださいっていうような販売のされ方をしている金魚なんで、その辺はね、一応認識いただけたらなと思います。さっきね、異常なほどに可愛い金魚がいたんですけどどこにいるかな。これチャームで、買ったのが30匹なんで、もう届くまでの間に、結構うんちもねされてて、なかなかカオスな状態で届いていますけど、あ、いた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 、あー、ちょっとどっか行っちゃおうかな。すげえ可愛いのいたの見えましたちょっと今奥の方でツンツンしてるこいつなんですけど、ちょっと見づらいね。あ、来ました来ました、見て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 、何こいつ、この口紅塗ってるやつ超可愛くないなんだこいつ。もう今いろんな子たちに馬乗りにされてますけど、ちょっとピントは、あー、来た来た来た、めっちゃ可愛くないこいつ、何これ、バリ可愛いんですけど。そんなわけでね、急遽動画を撮り始めました。で、今何をしてるかっていうと、雑な水合わせをしてるところですね。金魚ね、体も丈夫ですし、あくまでね、言ってしまえば生き餌として ね、買ってきてるわけなんで、ぶち込んじゃってもいいんですけど、最低限温度合わせくらいはね、毎回して入れるようにはしています。水合わせって言ってもね、もう今こっちで用意してる水自体は、以前にもね、生き餌管理の時に言ったかと思うんですけど、もう塩入れてます。多分 0.5% いってないと思うんですけど、 0.3% くらいの、人工海水を入れて、でそれで、やってます。こうすることで水と金魚との浸透圧が柔らかくなって、金魚もね、死ににくくなったり病気しにくくなったりっていうのがありますんで、こうしておくことである程度の期間生き餌をストックしておくことが可能になりますね。んで頃合いを見てちょっとね、こっちの水と混ぜ合わせたりして、本当こんな感じの雑水合わせなんですけど、ね、さっきも言いました、生き餌なんてね、こんな感じでやってます。で、今回このサイズの金魚を買ったのはね、単純にコアカが今売り切れてたからですね。普通にコアカを買おうと思ってたんですけど、ちょうど今コアカがないみたいで、仕方なく別下を選んだんですけども、誰にあげるかっていうとね、うちの栗色箱横首ガメのチャイにあげるつもりです。ただそれにしてはね、ちょっとでかいんで、うーんって感じでありますけど、チャイならね、食べてくれると思うんで。で、うちのチャイなんですけど、最近水槽をちょっと移動しましてね、その影響で今ね、あんまり食欲ないんですよ。この子もともとね、カメプロスとかの人工の餌っていうのをあんま好きじゃないんですよ。結構ね、まずそうな食い散らかすような感じで、もう仕方ねえから食ってるみたいな感じで食べてまして、食べる餌もね、カメプロス鎮火性だけなんですよ。他のね、浮き餌とか、レフトミースーパーだろうと、カメプロスプレミアムだろうと、興味を示さず、カメプロスの鎮火性だけは、多少食べてくれるっていう感じでね。なのでね、なかなか太れないというか、それしか食べないんでね。そんなわけで、このチャイのためにね、生き餌っていうのを、大体ストックしてるって感じです。ちょっと真冬の間はね、ストックできてなかったんで、ちょっとチャイもね、痩せてきてしまっているんですが、ね、今寝てますね。そんな理由でね、今回みたいに、こうした生き餌っていうのを、たびたびストックしては、カメたちにあげてるっていう感じになります。いたいた、
こいつこいつ、あ、君じゃない、この子、君じゃない、こっちの子、君じゃない君めっちゃ来るけど君じゃないのよ。このさ下の子ね、めっちゃ来るけど君じゃないのよ。この子やばくない？ちょっと元気ないかな、大丈夫か？ちょっとね、見やすくなるように水槽に話しましょうか。はい、雑な水合わせを終えましてまあちょっと本当雑だったんだけどまあね、言うて問題ないっす、一景作用の金魚なんで。で、水槽に話しました。一応ね、フィルターというか、これ水作のフラワーを入れてるんですけど、まあ、別にこれただのエアストーンでもいいんですけど、ただのエアストーンだとね、それが水槽の壁とかに当たった時にちょっとうるさいんで、こういった、フラワーとかはね、まあ音もうるさくなく稼働してくれるんで、まあ別にこれにろ過能力を期待してるわけではなく、あくまでエアーだけ入れといてくれればいいっていうつもりで入れてる感じですね。いたー、この子が、この子なのよいたいたいた、あ、どっか行った。あ、早い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 、ちょっと奥の方に行っちゃいましたけど、この子ですね。今水面まで一気に行きましたけど、なんか状態が悪いか。この子なんですけどね、ちょっとなんか、この子ですけども、まあでも問題ないか。ちょっとなんかエラとか浮いてる感じあるかなと思ったんですけど、まあ問題はなさそうかな。めっちゃ可愛いんだけど、この子。何これ、この子めっちゃ可愛くない？まだちょっとね、水合わせしたばっかで若干呼吸も荒いのかなとは思いますが、まあ概ね問題なさそうには見えますね。やばいね、この子ちょっとあげられないよ、可愛くってめっちゃ綺麗なんだけど、上から見てもやっぱね、一人だけ目を引くような色合いをしています。いや、何動画だこれ、何動画なんじゃ。買った生き餌が可愛くってどうしようか迷ってます、動画だな。明らかにね、こんだけいっぱい30匹買ってきてるんですけど、1匹だけ目を引きますよね。かわいい。もうね、口紅つけてね。はい、ということで今回はですね買ってきた生き餌が可愛かったっていう動画になります何の動画なんかちょっとね分かんなかったですが、まあせっかくなんでね、少しでもためになるような話にしようかっていうところで、まあ一応ね、こういった生き餌ストックするときに塩を入れておくと、まあ、結構管理しやすいですよっていうのと、まあ、あと亀によってね、レフトミンだとかカメプロスだとか人工の餌をあんまり食べない子っていうのも、生き餌はね結構食べるっていう子はねたびたびいますんで、こういった風にね、ストックしてあげられると飼育の手助けになるんじゃないかなと思います。ということで、このチャンネルでは亀の飼育についていろいろやっています。もしかしたらね、今日の可愛い金魚ちゃんも今後の動画で何らかの形で出てくるかもしれないんで、はい、良ければチャンネル登録をよろしくお願いします。それではここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんも良いカメライフを。それではさようなら。